北日本では午前を中心に雨や雪が残るところが多くなりそうです。では見ていきましょう。現在のお天気です。北海道日本海側では曇りや雨のご報告をいただいておりますね。この後の天気分布予想も見ていきます。今日は冬型の気圧配置が残るため、日本海側では雲が広がりやすく、午前中は雪や雨の降るところがあります。ただ寒気がそれほど強くないため、北海道市街地で積もるほどの雪にはならない見込みです。一方、太平洋側では晴れるところが多くなりそうです。オホーツク海側では一日を通して雲が広がりやすくなりそうです。では今日のお天気アイコン見ていきましょう。曇りのち晴れということで、天気は回復へと向かっていきます。ただ気温は昨日に比べると少し低め、一日を通して暖かい服装でお過ごしください。今日の北日本についてお伝えしました。